ちで。なんか重いな。大丈夫かな。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっぴんだけいじっていいですか。はい。パソコン。大丈夫です。OK です。では始めていきますね。よし。はい、ちょっと喋ってもらっていいですか。ああ。はい、ありがとうございます。はい。ああ。じゃあ行きまーす。痩せた。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。というわけで、慌ててバタバタと来て、バタバタと収録が始まりました、はい、すみません、ちょっと慌てさせてしまいましたね。いやいや、私もちょっとギリギリに来たのが間違いだったんですけど。余裕こいて10分ぐらい前に来たんですけど、はい、下でツイートしてたら時間見て、あーっと思って、やばーっと思って、あの下にやついたんですね。下にっていうか、あの近くのローソン、あっちでちょっとトイレ行こうと思って、はい、でついでに支払いもって思って並んでたら、ちょっと並んでたんで、はい、支払いせずにそのままやばいと思って駆けつけてきました。朝からバタバタしてたので、今日お疲れ様です。しょうがないっちゃしょうがないんですよ。テンションもなんか睡眠不足で上がったり下がったりで、眠いのかテンション上がってんのかよく分からず。というわけで、番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 Twitter ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。というわけで、もうパタパタしてたのでちょっと一息入れたくて、はい、早速曲に行きたいと思います。お願いいたします。今日おかけするのはかりゆし58でアンマーです。どうぞ。はい、カーナーか。はい、ですよねー、ですよねーだな。ですよねーだな。はい、もう朝起きてキャス配信してたらいつの間にか出勤時間になってて。お疲れ様です。やばいと思って、出勤したら出勤したでパタパタで。今日はパタパタする一日だったみたいですね。今日あれですね、キングスの試合がアリーナであるんですよ。プレーオフですか。プレーオフ1回戦。1回戦。今
今年こそ優勝してほしいっすね。ほんと今知り上がりで調子よくなってるじゃないですか。うんうん、ワンチャンありますよね。うん、ある。でも名古屋と相性良かったかな。なんか名古屋確かに強いイメージありますからね。うん、ヤンポーさん朝キャス配信してたよね。そうしてました、してました。28日のテーマも決めてなくて、その時点で。ワンチャン、ワンチャンで日本一になってほしいな、キングス。3勝1敗で勝ち越してるんだ。へえ、そうなのね。あ、通知数がうなぎ登り。確かにめっちゃ配信してる。もう朝のうちで6月中のテーマを決めてしまったっていう。曲はあと1分ぐらいです。了解です。キャスから読もうかな。はい、じゃあマイク上げますね。はい。お聞きいただいたのは、かりゆし58でアンマーでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、お願いします。今週のテーマは、母の日に何あげる？です。というのも、ちょうど、放送日の14日が母の日に当たってまして、はい、なので皆さんに最近でも、まあ、過去でも今からでもいいので、あの何をあげるのかなっていうのをちょっと気になったので、今回そのテーマにしました。まあ皆さんあげるあげないはあると思うんですけど、はい、まあいろいろあるんじゃないかと思いましてね。我々は参考にしたいのでございます。そうです。そうです、そうです。その通りです。参考にしたいのでございます。ということで、早速ツイキャスの方が来てますので、紹介したいと思います。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。放送は、あれだけど、キャンさんのこの収録日誕生日みたいですねって来てますけど、おめでとうございます。クイズ4週法のキー珍しく買ってます。
クイズ、クイズ4周法どういうこと？ 4足歩行とかだったんですかね。ですかね。沖縄大好きさん、こんばんにゃー。こんばんにゃー。ナルトラさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ヤンポーさん、カーナーが QAB の裏チラ？うちらんに出てた。あ、なんかあったのかな。怪獣のうちらん。私もたまに見ますよ。うちらん。旦那と一緒に。ヤンポーさんが、朝キャス配信してたよね。そうなんです。私、最近、旦那が、仕事行ってから、たまにキャス配信してます。そうなんですよ。もう、なんかね、仕事に行く時間まで、なんか限られるじゃないですか、はい、1時間とかしかないんで家事をするっていうわけにもいかず、うんうん、どうせだったらキャス配信しようと思って30分だけやってますね。ああ、いいですね。日課になるとなんか続きますからね。そうですね。ナルトラさん、最近サッチーさんの通知数がうなぎ登りですねって来てますね。まあ確かにツイッターは1日1回ツイートしたらいい方なんですけど、キャスはね、やるとき4、5回ぐらいやるんですよ。うん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 。もう旦那にもちゃんと許可をもらって、いるときに、はい。いるときは許可をもらって、で、やるよって言って、まあ旦那も一緒に配信したり、はい、一人で配信したり、おー、いろいろとやっております。いいですね。楽しそうですね。楽しいですよ。さっき思い出して、はい、収録の金曜日に私が応援してる琉球ゴールデンキングスのクォーターファイナルの試合が今日アリーナであるっていうことで、それを気づきまして見に行きたかったと思ったんですけど、ゴーゴーキングス、ゴーゴーキングス、今年こそ優勝してほしい。そうそうそう、そうなんです。錦が優勝しましたけどね、6連覇、はい、すごい。いやでも今年大ピンチだったじゃないですか。あれはびっくりしましたね。1位2位の差結構ありましたもんね。ありましたね。そっから怒涛の追い上げで逆転ですよ。そうですね。いや、キングス強いですね。強し、キングス強し、はい。で、カープボーイさんが今日戦う、もう時間、この時間帯から試合は始まってんのかな、まだかな、どうかは分かりませんが、名古屋について言ってますね。今シーズン名古屋とは3勝1敗で勝ち越してるよって来ておりますね。ということは相性がいいということですね。あ、これはいけそうな気がしますね。いけますね、多分。あ、でもどうだろうな、まあわかんないけど、ヤンポーさん、さっき映画館チケット当たってたんですね。いつ見に行くの？ああ昨日ワンデイで桜坂劇場の映画チケットが当たったんですよ。いいですね。映画ですか？それもペアチケットで。なのでまあ届き次第ちょっと旦那に相談して見たいのがあれば見に行こうかなと思っておりますよ。いいですね。僕も映画に行きたい。私も最近映画全然見に行ってなくて、はい、チケットはもらうんですけど、この例えば4月で届いてたら4月いっぱいとかの有効期限があるんですよ。結構ありますね、そういった期限が。期限があるので、なかなか旦那と合わせられず、はい、結局旦那の職場の人に譲るという暇だったら行ってきてって譲るっていうね、そういうパターンが多々あるんですよ。なので今回はちょっと桜坂劇場はまだ行ったことがなくて、私。そうなんですか？そうなんですよ。意外ですね。まあ与那原に住んでるのに与那原に住んでるのに近いのに行ったことがないっていう、はい、だから今回だけはちょっと旦那にお願いして行こうかなって思ってますよ。ヤンポーさん、カープボーイさん4週勝ち抜きしてるよ。あれだよね、ラジオ沖縄の番組のリスナークイズの。おー、すごい。私ちょっぴん出ようかと思って狙ってるんですけど、カープボーイさんがあまりにも強くて、はい、引いてるんですよ今い
いや、カラフマイさん強そうですよ。強いっすよ、めっちゃ。めっちゃ記憶力いいですもん。うん。もうびっくりするぐらい。はい。もうただいまチャンピオン、本当にもう10周いけるんじゃない、カープボーイさん。うん。まあ、ツイキャスはこんなもんでしょうかね。そうですね。ではでは、メールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。メッセージテーマ、母の日のプレゼントということで、先ほど紹介したヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチー、こんばんは。こんばんは。テーマですが、母は今年亡くなったので、過去に僕が母に送ったものをメッセージします。僕はいつもなら現金でいいと思い、現金をあげていました。ただ、一度だけメイクマンで、何だったかな、これ。これ何て読みましたっけ？メイクマンで、あじさい？アジサイ？ちょっと待ってください。アジサイでしたかね。アジサイ？アジサイが売られており、綺麗だったのでアジサイをプレゼントしました。母は現金よりお花の方がいいらしかったようです。喜び方もいつもと違ってました。サッチーさん、お母さんには花いいと思いますよ。と来ております。そうなんですよ。うちのお母さん、うん、今まで逆に現金あげたことないです。おお、まあそうですね、僕も現金はないですね、うん、現金あげたことないんで、まあ一人暮らしだったら現金あげてもいいんだろうけれども、私のお母さん今施設にいるので、うん、施設にいるとやっぱりお金使えないというか、お金を与えられないので、はい、逆に、うん、なのでちょっと物か食べ物でと私は今、まあ、あくまでも旦那との相談でやってますが、まあまあどうなることやら。僕は大体あれですね、いつもあの母が今何必要なのかなってこう見てリサーチして、はいはいはい、兄弟と相談して決めたりとかしてますけど。おお、はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いします。サッチーさん、こんにちみそ。みそ煮込みスキーです。と来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。母の日何あげるですが、何もあげません。というのも、母は就活しているから、余分なものはいらないというのです。寄せ植えをあげたらいらないと返却されました。あら。うん、だから最近はありがとうメッセージだけ送ってますと来ております。へえ、まあそういう方もいますからね。そうですね。まあ余分なものはいらないっていう。美味しいもの一緒に食べに行こうとかっていうのもありじゃないですか。あ、そうですよね。はい、逆にそれもありえますね、うん。はい、では次のメールに行きたいと思います。ラジオネームナウルトラさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。母の日何あげる。沖縄に来てからは毎年沖縄のお土産を高くない額ですが買って送るようにしてますね。母も、沖縄が好きなので喜んでくれますねと来ております。素敵ですね。あ、そっか、ナルトラさんのお母様は本土にいるんですね。そうですね。あ、だからか、だからなんだんすなるほどなるほど。なかなか沖縄に来れなかったでしょうからね。まあ、コロナ禍でね、さすがに来れないっていうか、はい、もう来たくても来れないっていう方も結構おられると思うので、そういうのもありですね。はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、母の日何あげる。実は収録の金曜の時点ではまだ何も浮かんでません。過去にあげたものをあげるなら、うん、FM 沖縄の母の日のスペシャルでギャラリー見学に行ったのですが、その時にあるお花屋さんから
リスナープレゼントとしてギャラリーに来た人限定でじゃんけん大会に参加。勝った人には、数量限定で、お花をプレゼントするということで、結果僕は勝ち残りその一つをゲットし母にプレゼントしましたと来ております。じゃんけん大会とかあるんですね。じゃんけん大会いいですね。すごいな。面白い。面白い。そういう企画もあるんですね。うん。次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。お、ダンサーズさん。ありがとうございます。ありがとうございます。母の日ですか？実は何もできないですね。23年前にダンサーズの母は他界したので、その機会がないんですね。もし健在でしたら、食事に連れて行ってもいいかなと思っています。と来ております。うん、まあね、それはそうですね。でも、結構もう、私のお母さんでももう80代なので、はい、まあ、いい思い出に、を作ればと思うんですけどね、うん、僕の家庭で言うと母の日は結構よくやってたんですけど、はい、僕2歳の頃に父が亡くなってるので、はいはいはい、もう幼い頃からもう父の日っていうのを経験したことがないので、あら、お気持ちとしてはやっぱり皆さんのお気持ち分かりますね、うんうんうん、ちょっと寂しいですよね。そうですね。私もお父さんが私が21の時に亡くなったので、それ前の数年間ぐらいですかね、は父の日にちょっとプレゼント、はい、まあお父さんが欲しいものとかをプレゼントしてたんですけど、ただまあおじさんおばさんとかが父の日におじいちゃんに会いに来るので、はいはいはい、まあそれに便乗して肩もんであげたりとかはしてました。ああなるほど、はい、今おじいちゃん、実はね、私両方のおじいちゃんおばあちゃん知らないんですよ。あ、そうなんですか。っていうのも、もうお父さんお母さん自体がもうお父さんが健在だったとしても、今年80歳、はい、でお母さんが今年81になるので、はい、もうおじいちゃんおばあちゃんって100歳超えてるんですよ。いや、健在だったら。健在だったらそうですね。でもうすでに私が生まれる前にはもう亡くなってたので、はい、なので両親のおじいちゃんおばあちゃん知らなくて、どんな人だったんだろうって思うんですけど、写真すらないっていう。もはやご先祖様ですね。そうなんですよ。ご先祖様になってしまっているのでどうにもならないっていう。うん。でもなんかルーツをたどるってなかなかやっぱロマンがあるので、はいはいはい、いつかやっぱりこういうの調べてみたいなとかって思ったりもしますよね。そうですね。でもおばあちゃん、まあ9月でしたっけ、敬老の日があるのは、はい、敬老の日には親戚に同じ年の子がいて、はい、でうち私にとってはおばさんなんですけど、はい、おばさんをおばあちゃんっておいっ子が呼んでるので、はい、同じ年なんですよ。30今年9になる、はい、なので私もなぜかおばさんではなくばあちゃんと言えと。おう。ということでおばさんのことを私は相変わらずばあちゃんばあちゃんと言ってますね。ええー、そうなんですね。そうなんですよ。でももうばあちゃんも90、今年90って言ってたかな、そのぐらいなので。でもめっちゃ元気なんですよ。すごいですね。うちのお母さんに比べるともう全然元気で。元気な方本当に元気ですよね。本当ですよ。まあ、お母さんはもう施設に入っちゃって、はい、でも施設に入ったからとて元気じゃないかというと、うん、全く逆で、施設に入ってから逆に元気になってます。あ、でもそういうことは多いって言いますよね。ですね。やっぱりいろんな方、まあ、同世代がいっぱいいるので、はいはいはい、やっぱりそこでやっぱウキウキして楽しく生活できる方もいらっしゃいますね。ですね。なんかうちのお母さんデイの職員から、はい、世話好きですかって聞かれました私に。なんか隣の席のおばあちゃんの食事会場をしたりとかっていうのを
お母さんがやってるらしくって、私の。すごいですね。それ聞いて私はびっくり仰天でしたね。家ではそんな姿見たことないよ。そう。びっくりでしたね。ではでは、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマは、暇な休日何してる？です。いや、暇な休日。暇な休日。ないですね。ないですね。私もないんですけど、とて、暇があれば私キャストとかしてるので、あ、まあ、休日する日程とか確かにあるので、あるので、はい、そういったお話をできればなと思っております。思っております。私そういうの何しようかな、14日旦那と一応寿司行こうって話はしてるんですけど。あ、いいですね。旦那がね、なぜか、うん、お母さん食べるの好きなので。おー、いいじゃないですか。やっぱりお寿司ってなかなかみんなで行くと楽しいですから。楽しいですからね。僕は14日はチーズケーキでも買って帰ろうかなと思ってます。いいんじゃないですか。甘いのをあげると喜ぶので。いいことですよ。はい、なんか今年は物とかっていうよりは食べ物の方が喜ばれそうだなと思うんで、そうしようと思ってます。はい、ではではお時間となりました。はい、また来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキャンでした。また来週。バイバーイ。バイバーイ。焦ってた割に今日は2週撮りなのであと1回ありますよ。マグロ屋本舗がいい。あ、マグロ屋本舗か、マグロ屋本舗か、そういう手がありましたね。そういう手がありましたね。では一回ツイキャス切ります。はい、そしてまたすぐ始めますね。皆さんよろしくお願いします。よいしょ、一緒水飲む。